道に迷ったらそこを動くな。あんたが一番動くな。私も行きます。あんなに怖がってたのに。歴史探索よ、メガベリー。お？なんだ、食えねえのか、つまんねえ。やる。俺に渡すな。ほんじゃ、おめえもおかしいぞ。じゃあ食うか。なんでよ。なに、かまねえよ。あんたが言うな。それは何、言う決まりなの。度胸あるじゃん。おおおおおって言わねえからだ。そういう問題か。ねじなるんだ。食い物をおもちゃにするんじゃねえ。暇なら洗い物でもやってろ。だけど川を渡るまで弁当の支度を済ませなきゃならねえって。本当か。休憩タイムだ。ラクダでも食ってっか。はいはいはい。完成。地獄の仲間がいるんだ。おいおい、ガキイカの嘘で。お前が言うな。なに、一億。いや、信じるか普通お前。なん。あらら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 。悪い響きで大したことなさそうだが、ただ、一番メートル落下するのかと。おめえが紛らわしいこと言い出すからだろ、クロギ。ビビった。明日のナミさん、踊り子さんの衣装は。ああ、リリちゃんも。何その格好。ルフィさんにこれを着て。おう、何やろう。上陸の準備すっか。そうだな。行くぜ。待って、ストップだ。ルフィ呪文は強いから。お前、面白いな。あ、助けてほしいのか。ファン、シン、オラオラ、オラ、ミアルっつったんだ。狙いは俺でした。バッハ。ポンって。なんだビビ、それはおめえのポンちゃんが悪いぞ。バカ、はめられたんだよ。ビビちゃんのお父様がそんなことをなさるか、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 なさるか。名前聞くぞ。いや、そうだ、チョッパー乗せたんだろ。男気だ。うちの連中柄が悪くて。いい子じゃない？君なんて呼んだらいい？アホ。ボケ。タコ。じゃあまつげってことで。お前それ一番変だぞ。
出したしょっぱ。お前だけもん来てるもんにゃん。こら、寄るな。目がモクモクしてっからだよ。こら、かわいい、バカにすんだ。いいな。今のことは忘れてやるから、俺の言うこと聞け。はい、すいません。すまへんですか。はぐれちまったんじゃねえのか？てく、世話の焼ける兄貴でね。はぐれたの俺たちなんだよ！ね